先にやらせてもらってるよ。いいんですか、ごちそうになっちゃってお前がおごってくれんのか。そうしたいですけど、支払いはこれじゃあまずいですもんね。どうやらゆっくり飯を楽しむ気分じゃないか。うまい北京ダック、あなたとおやっさんがそういう関係なのか。偉人町の偽札は戦後間もなくから先代のせいで、ただしその他に運び屋、そのうちの一人が旅回りのお役者だった男、荒川敏夫だ。そいつは荒川真澄の父親だ。え？ある時彼はトランクいっぱいに詰めた1億あった偽札を紛失してしまったと言ってきた。そいつはどんな理由だろうが許されることじゃない、清流か。だが偽札のことを知るに組の下っ端に任せることは、だから先代はいずれ組の後ってことは、まさか会長。そうだ、荒川敏夫と個室にいたのが誰かはことの直前まで知らなかった。それがまだ14の息子だと分かった時にはもう引き返すことはできなかった。殺された親を最初に発見するのがその子になる、そう分かっててもなおだ。後で知ったことだが、偽札が紛失したのは荒川敏夫の妻とその愛人が盗んだからだった。二人は海に沈んで消えた、死体も上がっちゃいないがな。じゃあ大家さんは両親を。ああ、そして座長を失った一座もその後解散。荒川真澄は役者仲間数人と何者も、荒川が入ったのは登場界の枝で氷川興産って組だ。ずいぶんきついとこだったらしい、殺しも平気で請け負うような組だったみたいだからな。だから氷川興産はしょっちゅう死体の処理に追われていた。マジですか。荒川真澄も当然それを手伝わされたわけだが、ただその彼はわず、ね、すこ、そう、そう、荒川は偉人町に通っては必要たった一つの手がかり、あの日一瞬だけ見た怪しいボーイの顔、それだけをひたすら追い続けた。そして事件から7年が経っていたある日、俺の元にこの差出人は荒川真澄。素性を隠す気もないその手紙に、俺は逃げられるもんじゃないと悟った。だからボディーガードも誰もつけず、俺はたった一人で荒川からの招待に応じたんだ。一人で？でもそれは危ねえだろうな、きっと殺されるだろうと思ったさ。じゃあどうして？どの道ろくな死に方はできん家業だ。あの時俺今ここに、まだ二十歳を過ぎたかどうかって、その目はもう何人も。そして俺はなぜ荒川敏夫をやらなきゃならなかったのか、その理由をありのままに伝えた。どうせ殺される身だ。偉人町の秘密だった偽札のことも全て話した。その間銃を手にしていた荒川はいつでも好きな時に俺を殺せたはずだった。だが俺の話に全く口をは、そのままで。おやさんは、あんたがふてぶてしく俺の正体を無視してくれりゃ、
背中から撃てたのにな。そう言って出てったよ。おやさん、1984年に日本の満節は聖徳太子から福沢諭吉に変わった。その時自分の組を持つまでになっていた荒川に俺は贈り物をした。贈り物？ああ、福沢諭吉が書かれている新しい偽札を送ったんだ。それもわざわざ裏面を白紙にした特注のエラー品をな。なんで？説明は難しいな。本気な。それすげえ。ラカーには途方もない恩を受けた。その気持ちの偽札の秘密は、だが、そしていつつその恩賞を俺がさす。そういうことだったのか。しかし今その偽札を持った男が俺の前に現れた。それは俺だけにわかる荒川からのメッセージに他ならない。お前という男が荒川真澄にとって大切な身内だということだ。おやさんが俺を大切な身内だと。荒川もその偽札の代だがな。それを手放しお前に託した意味をお前も理解すべきじゃないのか。だうち今いね、俺の仲間も同じ俺にだから信じれるんです。そしておやさんを信じなきゃいけねえってガス。はい、お前荒川とは血縁か？まさか。そうか。荻窪幹事長の急病と辞任で大きく揺れる永田町。政界のドンと言われた幹事長の後ろ盾をなくした首相が衆議院の解散を表明いたしました。解散総選挙により改めて民意を問うことで新たな内閣、新たな民事党を打ち出していきたい、そう考えております。さらに荻窪幹事長の後任として東京都知事の青木亮氏を任命したことも発表されました。現職知事が与党の幹事長を兼任。ご容態いかがですか、元幹事長。都知事ともあろう人間が字も読めないのか。面会謝絶だ。病院のルールを守れと。当たり前だ。病院の細かいルールをとやかく言う前にあなたはどうなんです。偽札作りは国のルールを根底から崩しかねない重罪ですよ。あの偽札が何人の命を救ったと思ってる。100や200では効かんのだぞ。道路や法律を作る政治家は5万といるが、セーフティーネットからこぼれた人間を救える、お前にそれだけの器量があるのか。あなたとは使い道が違いますが、器量は持ち合わせていますよ。だからこうして引き継ぎの挨拶に来たんです。分刻みのスケジュールを縫ってね。都知事が幹事長を兼任するなど、あなた方老人にとってこの先起こる疑い。青二歳ね、覚えていますか。
10年前、民事党ブリー荻窪、次の総選挙ではブリーチジャパンからあそこに、もちろんどんな気分ですか。現実を知らん神奈川2区で我々まずは出始め、あそこは不法投棄の温床ですから。彼らをゴミ呼ばわりするのか。いいえ、ゴミ以下です。なんだと。社会のセーフティーネットからこぼれた者たちと呼ぶべきですか。しかしそもそもそうなったのはグレーゾーンに甘え続けた彼らの責任では。自己責任の果てに行く当てを失った人間などゴミ以下ですよ。どうなろうが私の知ったことではありません。おっと、長話が過ぎましたか。元幹事長、ぜひ長生きしてくださいよ。私は心からそう思っているんです。綺麗に再開発された。そしてここが春日君たちのアジト。ああ、遠慮することはねえ、くつろいでくれ。ああ、まあくつろげる感じでもないけど。私は特段の文句はありませんね。手狭なことを除けばどいつもこいつも随分上から目線だな。勝手だなんて。ちゃん半順義から止めてくれなんて頼まれたら俺の立場的にも断れねえだろ。まあコミジュルが燃えちゃったわけだしね。他の仲間はどうしてるの。現在監視システムの復旧に努めていますが、完全復旧にはまだ時間がかかるでしょう。家が焼けた半順には、引退した俺がいつまでも景品飯店に住むわけにいかないでしょう。示しがつかないからね。だから俺も家なしなのよ。だからってそろいも人が上手の案件。そういうコミジュ、警察さえ手出しできない不法占拠集団コミジュ、そこにてね。そんなの、そぶそうか。どういう、そうってことは、そのまさかでしょうね。おそらく近江連合に殺されたのでしょう。正義のために殉死した革命の英雄に仕立て上げられてね。革命の英雄なんだいそれ。小笠原は青木との関係をベラベラ喋った男、始末しなきゃいけなかったわけでしょ。でもただ始末されたんじゃない。コミジュルが炎上した件で負傷して事件性、しかもグレーゾーンの撤廃に立ち向かっている最中の悲劇的な死って演出のおまけ付きってこと。くそ。どうしますか。今から警察に。無駄っす。完璧。わかる。でも完璧って言ったってよ。そ、今警察このまま、そして大変。いや、連絡。荒川のおやっさんはその時一人で以上また連絡させてもらいます。そうです。しかしそのおやっさんいかに。まあとりあえずちょこの先さ、
で歌っちゃいますよ。それでは聞いてください。地獄で鍋パーティー、さあ直吉、今日の夕食は何がいいかしら。カレー、ハンバーグ、パエリア、バーニャカウダ、それとも地獄鍋にしてやろうか。どの曲にするかな。この歌を送るぜ。地獄で鍋パーティー、さあ直吉、今日の夕食は何がいいかしら。カレー、ハンバーグ、パエリア、バーニャカウダ、それとも地獄鍋にしてやろうか。あの地獄鍋はくだらぬ人類が食材さ、くそりと送るだけのお前はまさに今夜のメインディッシュ。白菜、おネギ、豚バラ、どんな夏の国より悪魔の飲みの大出汁が取れるぜ。キムチよりも赤い血の赤たるみ効いた腹肉、うまいぜ。闇なでも絶望するくらい暗く深い鍋底、地獄鍋パーティーだ。ちゃいますか。それでは聞いてください。よし、歌っちゃいますか。俺の出番だな。キムチよりも赤い血の赤たるみ効いた腹肉、うまいぜ。闇なでも絶望するくらい暗く深い鍋底、地獄鍋パーティーだ。
この客を上がれよ。超天佑地獄で鍋パーティー。やなおせ、今日の夕食は何がいいかしら。カレー、ハンバーグ、パエリア、何カレー。どれでも地獄に広げ。ほう、悪魔の地獄鍋はくだらない人類が食材さ。クソリプを食らったけどお前はまさに今夜のメインディッシュ。白菜骨キプタバラ、馴染みの供養に、悪魔好みの脅しが取れるぜ。血の実も赤い、血の赤たるみ聞いた春肉、うまいぜ。闇の目も絶望、くるくらい暗く深い鍋底、地獄鍋。さて、歌っちゃいますよ。なあ。そう。
おう。私の番です。なめんなよ。こっち見ろや。さて。来やがれ。来いよ。叩きなめっす。こういう意味に合わせますよ。やってみろ。やろうぜ。俺の番だな。どうするかね。なめんなよ。ここで私が相手です。本気でやってん。ほら。来いよ。あっち来いよ。遊んでくんないかな。痛い目に来いよ。やってみろ。つなっち。避けるな。ん？決めよ。俺の番。邪魔だ。やらせてこいや。やめんなよ。これで。こっち見ろよ。よし。行くぞ。私が相手で。こっち来い。私の番です。やめんな。本気でやってんよ。分かったね。あったまきさ。我慢の限界だな。さあ、さあ、なんだってめえ。もん、どうしようもないかね。元の生活にはもっと思うじゃねえ。ほら来いよ。よそ見すんなよ。やめんな。やるか。ああ、嬉しいがいい。よそ見すんなよ。俺の番だな。じゃあこんな、じゃがってきなさい。やっておくよ。いいね。俺の番。なめっす。痛い目に合わせます。やめねー。俺の番だ。よそ見すんなよ。私が相手です。ほら来いよ。なめんな。本気でやってん。痛い目に合わせますよ。来てみろ。じゃあ来いよ。No!
見た目では人を…いや、まんじゅうにはし…ってな…じゃあ、やっぱり殺し…俺には別に…でも、まぶち…ところが…お前…ケツ…そうか…なんで?なんつうか、お前はさ、組織がこうでなきゃいけねえっていう…結構失礼なこと言ってるよ、春日くん。でも実際、まぶ…
に立ち向かう。勝てると思ってんのか。目が回る。ありがとうございました。
仕事すっか。容赦しねえぞ。私の番ですね。舐めるな。舐めるなよ。本気でやってんくらえ。俺の番。ほら来いよ。叩きのめす。黙れ。俺の番だな。私が相手です。勝てると思う。遊んでくんないか。やんのか。来なよ。どうするかね。やってやろう。やっやろ。本気でやってやる。してみろ。さて。ザコが。せーら。任務完了。